皆さんこんにちは。皆さんの心の友尾幡盛夫です。堕落論第2節。最後の堕落の影響ということを見ております。まあ、5つあると言いました。前回1つお話ししましたので、今日は2つ目自己中心的愛失楽園において、まさに発生したのは自己中心的愛だったんです。本来の神様の予定は？ アダムとエバが神の子として結婚して誠の愛を相続していくそうすれば誠の愛というのは他の喜びのために自分を犠牲にするこういう神様の中にあったた愛がが受け継がれるはずでしたしかし堕落の場面において生じたのは他者の喜びのために自己を犠牲にする愛ではなく自分の喜びのために他者を犠牲にする。 この自己中心的愛が先に発生してしまいました。私は高校三年から大学二年まである飲食店でアルバイトをしてました。その飲食店で最初店長とバイトを始めるとき面接があるんです。その面接の第一項目、恋愛禁止。まあ私は別に恋愛しようと思ってそこのバイトに行ったわけじゃないですから。でもなんでこれが一番上なのかな。 聞いてみました「やがてわかるよ」と店長から言われて「あやがてわかるんですかじゃあまあいいです」と言ってバイトを始めました結局何が分かったかというと店長は恋愛禁止といっても結局年頃の男女がたくさん集まっているアルバイトですから至る所でカップルが出来上がっていきます。しかし悲しいかか悲いいなな不思議なぐらい あんなに仲良かったカップルがある日突然壊れていくまあ多少壊れる時期の差はあれ崩れていくんですそうするとカップルの中で傷ついた側は間違いなくアルバイトを辞めていきますその人が辞めるとですね、ああいつら壊れたんだバイト生みんな知ってますから結果的にもう一人もバイトに居づらくなってバイトを辞めていく つまり恋愛が始まるといつの日か破局が来て2人の人材が消えていくこれを未然に阻止するために恋愛禁止とその店長はやってましたそのアルバイトである時ました。まさに芸能人のようなかわいらしい、まあ、清,清楚な雰囲気の女性でした。いや可愛いや、や子がやってきたね、 まあバイトの男たちでそんな話をしてたある日おいおい徳田にニュースがあるあの高校1年の女の子が奥さん子供のある子供のいるマネージャーと不倫の関係に入ったええ、あんな純粋そうな女の子がなんでおばたお前はそもそもね純粋すぎてお前は中高男子高だし男3人兄弟だだから女性というのが分かってない早く悟れ やがて傷つくのはお前だぞ。そんなふうに言われながらも、私は納得できなかったです。でもある時、みんなでパーティーがあって、その女の子を聞いてみました。本当かこの話は。すると彼女は言うんです。本当よ。彼に奥さん子供あるのはもちろん知ってる。でも彼喜んでるし、私幸せだし。別にいいじゃない。もうあっけらかんと笑い飛ばされました。まあ、本人たちがいいんだったら、まあ、しょうがないかな。 そうは思ってましたけれどもやがて限界が来るんですこのマネージャーの方にも私たちはいろんな話を聞きましたそのマネージャーは実はその子だけじゃなくてもうたくさんの子に手を出している俺は遊びだよマネージャーはもう言ってましたでもある時その高校一年の女の子は本気になってしまって奥さん子供と別れてほしいと言ってくるそんな中マネージャーはいとも簡単に その女子、女子高生を捨てました。結果的にその女子高生はバイトをやめていきますけど。最初にやってきた時の、はつらつとした、元気な雰囲気はもうどこにもありません。人間不信、男性不信で、バイトを去っていきました。そのバイトに二年半私いましたから。一度だけじゃないです。何度もこんな事件を、目の当たりにしました。大学のサークルでも、同じようなことはあります。みんな幸せを求めて。 恋愛に憧れてそういう関係に入るんでしょうけれどもなぜか自己中心的愛というものが渦巻いているがゆえに結果的には傷つけ合ってしまうことが多いのです。3番目にによる影響愛に不安がつきまとうアダムとエバの堕落によって本来神様とつながっていれば唯一不変永遠絶対まさに 平安なる愛が相続されるはずでした。しかし堕落というのは、神と連結されなかったが故に、愛に絶対性がない、永遠性がない。そんな中、まあ、男女の愛だけではないですけれども、常に愛に不安がつきまとうんです。今は仲良くしてるけど、いつかこの愛も壊れるんじゃないかな。どうせ壊れるぐらいだったら、あんまり深入りしない方がいいな 深いい付きき合いをしてたたら壊れた時の傷跡が大きくなるだから傷つかないようにほどほどの人間関係にしておこう広く浅いい人間関係がが出来上がっていきますこれは事実傷つかなくなるかもしれませんけれど神様の創造理想の観点から言えば愛に投入しなくなるということは傷つかない反面成長もしなくなる。 人もも愛愛せなくななくるるし神様を愛する感性も育たない堕落による影響の4番目、まあ、いずれにしても堕落した人間の持っている愛には醜いものがたくさん存在している心が繊細な人であればあるほど人間関係に入ると傷ついてしまうあるいは我知らず誰かを傷つけてしまうこんなことになるんだったら人間関係なんか結ばない方がいいより 傷つかなくて済む傷つけなくて済む愛しやすい万物動物自然あるいは音楽芸術そういう関係の中で平安をつくろうという人も自立現れてまいります。それはもちろんそこの中で生じてくる平安は貴重なものです。でもそれはやはり神様の本来願う情の成長ということを考えると万物との関係だけでは 正しい愛は成長してきません堕落による影響最後になりますけれども5番目肉欲的愛が精神的愛を上回ってしまう以前一軸の話をしました本来人間の愛と性というのは人を大切にしようとする愛というものがまず大前提にあってこそ性というものが出てくる 愛が成熟した基台の上に性というものが本来出てくる。しかし人間の堕落は、まさに愛が成熟しない段階で性的関係が先に生じてしまった。それゆえに堕落した人間は精神的結びつきが弱いのに、性的関係を結べるような人間になってしまった。もっと言えば、精神的結びつきが弱い分、先に肉体的に一つになって、 私たちはもうここまで行ったんだから大丈夫だそういう安心感を得たい。でも肉体的に一つになるということは心が一つになったということと重なるかというとそうではないのです。はじめに肉体的接触をしてしまうと結果的に精神的結びつきも弱い中精神的にも肉体的にも傷跡を背負っていくことになってしまうのです。 堕落論を学んでいいいいくと重たい話が続いていきますしかし堕落論は「人間こんな醜いんだ」ということが言いたいのではなくてその発生の原因が分かったということは解決の道があるそこに希望があるということでもう少しまた堕落論を続いて学んでいければと思います。時間がやってままいりました また次回続きを学んでまいりましょうまたお会いしましょうありがとうございました